い、今回の動画はですね、改造ダイキャストスケールモデル80分の1フェイスフルバスイスズ L が相鉄バス9塗装を紹介したいと思います。種車はですね、東急バスのイスズ L がです。ちなみにこのイスズ L がは折戸式となっております。それではですね、前面から見ていきたいと思います。前面の方向幕の行き先は、このバスは運転試験場経由二俣川駅北口循環でございますとなっております。朝日23系統二俣川駅北口というね、表示になっておりますね。もう二俣川駅北口から、運転免許センターね、神奈川県の運転免許センターを経由して二俣川駅に再び戻ってくる路線ですね。はい、で一応 IC カードも使えて、ドライブレコーダーとかそういう細かいステッカーもちゃんと貼っております。はい、で一応車椅子マークもね、ちゃんと貼っておりますね。続いて左側面です。左側面はね、こんな感じとなっております。中ドアがですね、折戸式というのがね、このバスの特徴です。このバスは前乗り後ろ折りとなっております。はい、で続いて後ろです。後ろはね、こんな感じとなっております。二俣川駅北口行きというね、表示になっております。はい、ナンバープレート893とかも適当につけた番号なんですけどね、その辺はご了承ください。一応適当に相鉄のね、広告貼っておりますね。で、あと最高時速60キロ制限車っていうね、表示がね、貼ってありますね。はい、路線バスってね、最高速度60キロまでしか出せないんで、60キロ制限となっております。許可をもらえば高速道路にもうちょっとスピード多分出せるとは思うんですけどね、一応シートベルトがついてないんで60キロがね、最高速度となっております。はい、で続いて右側面です。右側面はね、こんな感じとなっております。まもなく二俣川です。お出口は左側です。二俣川の次は鶴ヶ峰に停まります。大和海老名方面はお乗り換えです。 The next stop is 二俣川。